まあ、この裁判においては慎重に、話を進めていきたいなと思います。でも結構慎重にするの大変なんですよね。やっぱりだって、その、一野党議員が政権とか権力者にみんなにわかりやすく、それはつまり小気味よく、お前あかんやろってやらないといけないわけじゃないですか。大胆さもいりますし、そこをなんかこう、いや一般論としてはこうだとか、慎重に言わないといけないっていうのは、結構、記者会見でも辛いなとか思いながらやってるんですけども、まあ、慎重に発言するというのはそれとして必要な分野ですので、この機に私も慎重に、かつ切れ味の良い、批判というものを身につけてバージョンアップしてですね、言論活動をより強化していきたいなと思ってます。ありがとうございます。